あれ、どうしたの霊夢さん、そんな怖い顔して。お腹痛いの？保健室行く？そうじゃなくて、決戦前で緊張してんのよ。ついにこの日が来ましたね。え、何の日だっけ？今宵。ついに前編、周辺の999時間59分の集大成。全能力マックス999の史上最強のマリベル城が、4精霊をぶっ飛ばし、ドラクエ史上最強クラスの裏ボス神様相手に、史上最短撃破に挑みます。やべ、すっかり忘れてたわ。あんた何しにここ来てんのよ。今回我々はマリベル城を全職業マスター、全ステータスマックス999と、もはや人間かどうかすらわからない状態まで鍛え上げ、神様史上最短撃破を目指しています。前編では手始めに、ダーマ神殿で転職できる人間職20種類、モンスター職34種類を324時間かけて全てマスター。そして力も力の種を127時間かけて360個取ることで999へ。一発3761ダメージを叩き出し、マダンテを超える拳を手に入れる。続く中編では守りの種をマグマロンから約415個、素早さの種をヘルジュラシックから約350個。賢さの種をエビルバイブルから約193個、命の木の実はリビングデッドから約61個、不思議な木の実はエレフローパーから約22個、プレイ時間がカンストするまで盗み続け、見事全ステータスマックス999を達成。ついでに見た目もかっこよくしました。999です。そしてそのマリベル城が中編最後、神様戦前哨戦として、ラスボス、オルゴデミーラと激突。神様戦に弾みをつけるためワンパン KO を狙うも、第二形態の強制睡眠に予想外の苦戦。突っ裸ということもあり呪文などへの耐性面の不安も露呈したのでした。しかし235回目にマリベル史上最高レベルのスカガチを見せて終了。でもラスボスにこのステータスで苦戦して不安がよぎって仕方ありません。裏ボス神様は何倍も強いからどうなるか。果たしてマリベル城はドラクエ史上最強と名高い神様を史上最短撃破できるのか。そもそも最短撃破とは何ターンなのか。いよいよスター。いや、まだです。はいわ、まだ始まってすらないでしょ。実は大事なご報告が一つあります。え、聞いてないんすけど。本日よりついに我々マイティサブチャンネルがオープンしました。作る作る詐欺だと言われ続け早数ヶ月、ついにオープンです。サブチャンでは本編に入りきらなかったエピソード、サブチャンならではのちょっとしたやり込みを出していきます。記念すべき第一作目はドラクエ6のスラリン一人旅、本編未収録エピソードで、サブちゃんも変わらず我々が担当することになりました。は、聞いてないんすけど。もう給料未払い3ヶ月目ですよ。なわけないでしょ、自分で使ってんでしょ。本日この動画と同時にサブちゃんでスラリンさんを公開しています。サブちゃんのリンクは概要欄に貼っておりますので、もしお時間あればご覧になってください。サブちゃんの更新は今のところ不定期ですので、よろしければチャンネル登録していただけると通知がいってわかりやすいかと思います。はい、告知終了です。それでは今度ご視聴ありがとうです。それでは前回の続き、これから各地ダンジョン謎の異世界へ向かいます。ワープした先にあるこの洞窟が目的地。あれ？ここ昔来なかったっけ？デジャブ？これはドラクエの各地ダンジョンあるあるで、各地ダンジョンがこれまで行ったことのあるダンジョンの繋ぎ合わせ。え、それって？それ以上行ってはいけません。皆さんお忙しいのです。そして長いダンジョンを進んでいくと、我らの標的、神様がいる最深部へたどり着きます。この奥です。早速神様のご自宅をご訪問。お邪魔します。ついにたどり着いた最深部、目の前にいるのが神様です。うしゃあ、これからこのおじいさんをぶっ飛ばして。いや、まだです。え、なんでよ、もう目の前にいるんだから。よくよく考えてみて、動画上ではカットしてますが、ここに来るまでの道のりめっちゃ長かったでしょ？確かに。どうせ今回も何百回、下手したら何千回って戦闘回数こなさないといけないのに、毎回あの長いダンジョンテクテク歩いてたらそれこそ時間もったいないですよ。発狂もんです。実は神様に規定のターン以内に勝つと、最後の隠しダンジョンに行くためのアイテムを3つ取れます。そのダンジョンの最深部で神様をもっと近場に移動させられるのです。その方が効率がいい。つまり神様を近場に移動させてから最短狙います。で、早速4人で神様を倒していきますが、戦闘はもう飛ばします。あまり今中身をお見せしたらマリベル城の短期撃破の楽しみが減るかもしれないので。これ厄介なのが中編のオルゴデミーラ戦と同じで、戦闘前に神様みんなを全開にしちゃうんすよ。だからマリベルが怠慢を張るにはちょっと工夫が必要。それは後々ご説明します。で、これまで前編中編で大活躍してくれた気合いため、バイキルトからの聖剣好きですが、後でわかりますが、最短撃破を狙う上でバイキルト、気合いためなんて2ターン費やしていたら、とても最短なんて狙えません。神様を一人でワンパンなんて無理なので、神様戦はガチの短期最短撃破狙いでいきます。最強の技を駆使してガチの最短記録挑戦です。オルゴデミーラ戦なんてただの余興でしたよ。本番はここからです。無事に1回目倒しました。1回目は7ターンと好調。ご褒美をもらえるのは19ターン以内です。上から3つの不思議な石板が最後のダンジョンに行くために必要。つまり3回戦わないといけないってこと？その通り。2回目。
今度は13ターン撃破。さあ石板を。って陽文何やってんの？いや、ちょうど下着欲しかったんすよね。もう、ちゃんとお店で買ってよ。一回分無駄になるじゃない。しかもそれ神様こっそり履いてるかもよ。バッチリ。で、4回目まで終了。最後の石板ハテナも取り終えました。そして先ほどの台座の皿に置く。何度も来たこの謎の神殿の最深部に最後の台座が。最後の石板はドラクエのマーク、粋な計らいですね。ワープした先にあるこのお城が最後のステージ。謎の異世界と同じように、ここもこれまでのダンジョンのつなぎ合わせ。これまでの冒険を思い出させてくれます。そして最深部へ。ここでついに冒険中何度も我々を助けてくれた4精霊との対決へ。この世界を作った精霊と対決できるなんて我々も出世しましたよね。てかもうさらに上の神様とさっき戦っちゃったけどね。彼らの能力は異常の通り、風の精霊だけがローテーション攻撃みたい。あと水の精霊のいてつく波動が厄介なくらいか。みんな MP は無限のよう。では早速戦闘へ、せっかくなので4精霊もマリベル城一人で挑みましょうか。1ターン目はマリベル城は防御、あとのみんなはメガンテで自爆です。もう何回自爆させられたのかわからない主人公です。でもここで意外なことに風の精霊が割って入ってきましたね。なんでも風の精霊の素早さはメタル系に匹敵するくらいだとか。この精霊たちが攻撃するときに一瞬消えるのってなんかかっこよくないっすか。そしてここからが本番、まずは景気よくマダンテでぶっ飛ばしましょう。は、いきなりマダンテ使ったら終わっちゃうじゃん。まあ見てて、ちなみにマダンテの威力はマックス2997ダメージ。この中でそれ以下なのは風と水と炎の精霊。でも炎の精霊にはマダンテは効きません。だからこんな感じに。一瞬で終わっちゃうのかと、さすが霊夢さんエンターテイナーですね。で、痛恨の一撃、結構効きますね。MP なくなったからオチェアーノの剣で攻撃力を2倍に。オチェアーノの剣は道具として使用するとバイキルタの効果です。で、ここからせっかくなのでワンパンを狙いましょう。ワンパンじゃないけどね。もうマリベル城 HP やばいっすよ。さすがに回復はいるんじゃ。いえ我々に回復などいりません。ちなみにマリベル城は全裸の無職です。ワンパンでしたね。そうですね。そして敗北した精霊は道を開けてくれて。最深部へ。どこ？ここ。ここはかの有名な方のご自宅です。挨拶はちゃんとしてよ、陽文。せま、てかくっさ、なんすかこの貧乏人の家は。ちょ、失礼にも程があるでしょ。ここは神様のご自宅ですよ。ここが、豚小屋の間違いでしょ。どんだけ儲けてないんすか神様。神様は欲がないからこうなるんですよ。決して貧乏なわけではありません。ミニマリストにも程があるでしょ。冷蔵庫どころかトイレすらないっすよ。お風呂もないね。ここで神様を移民の町へお引っ越しさせることができます。そうするとすぐに神様と戦えます。これから神様戦に向けて準備をするのですが、今まではオルゴデミーラや精霊と戦う際最初の1ターン目を、仲間の自爆でマリベル一人にするのに費やしていたのですが、神様戦は最短撃破が目的なので、そんな悠長なこと言ってられません。1ターン無駄にして最短ではないよね。ちなみに事前に一人にしておいても、神様戦に入るとこのように生き返ってしまいます。じゃあどうすんのよ。問題なのは戦闘入った1ターン目に神様の攻撃がもし仲間に行ったりしたら不公平ってことじゃん。まあ一人で撃破だからちょっとね。だから最初の1ターン目に確実に神様より全員が先行して、マリベルはすぐ行動、他のみんなはすぐ自爆すれば OK よね。だからマリベル以外全員に星フルーデワをつけてみんなにすぐ死んでもらいましょう。てか初めからそうすりゃよかったんじゃ。星フルーデワは移民の街をグランドスラムにすると遊べるカジノの景品。1個1万5000枚ですのでそんな多くありません。無事に装着完了です。ついにここから神様戦に向けて、我々の作戦をお伝えします。まず神様の能力は異常の通り。HP は1万2400と歴代裏ボス最高クラス。攻撃は A パート、B パートからなり。A パートは完全2回攻撃、B パートは1から2回のランダム攻撃。攻撃自体はどちらのパートでもローテーションではなくランダムです。そして毎ターン50前後回復する自然回復も。攻撃しないとどんどん回復していきます。前編冒頭でもちらっと言ったのですが、攻撃が A から B、B から A に移行する際、攻撃回数がリセットされるので、理論上は1ターンに無限に攻撃が可能。それもう勝てないでしょ。でも実際は一番多く計測された回数でも5回が限界みたい。下手したら1ターンに700ダメージ以上とか普通に与えてきます。そして耐性面は攻撃呪文はどれもよく効きますが、ルカミを含めた補助呪文は全て効果がない。そして攻撃の中で恐ろしいのは前回のラスボス、オルゴデミーラ戦でも大苦戦した強制睡眠に加え、捨ててこダンス、一発ギャグ。一見ただのネタ技にしか見えないけど。これの恐ろしさは戦闘始まったら嫌でもわかりますよ。1ターンこちらの行動を不能にしてきます。攻撃も煉獄火炎、ジゴスパークと200前後出る一級品の技ばかり。で、神様強いのわかったけど、こっちの作戦はどうすんの？神様最短撃破を狙う上で候補に上がるのは異常の通り。
まず聖剣好きは正直外れることが多いので却下、バイキルトで当てると1500くらいのダメージ。前回やったような気合ためとバイキルトなんてしてたら、神様最短どころか倒すことすら難しいです。2ターン費やせないという意味です。そして剣の舞、これが神様戦の候補、PS 版ドラクエ7で最強の技として知られています。バイキルトは最初の一発目にしか乗りませんが、ダメージは1600くらいで、ほぼ確実に当たります。続いて爆裂剣、これは一発が 0.5 倍ダメージと、完全に剣の舞より下。ちなみに 3DS 版だと情報修正されて一発 0.75 倍になっているので、剣の舞より強いみたいです。そしてマダンテはもちろん使います。一発で3000近く確実に出るので最後のフィニッシュで使うのがいいかと。途中で使ったら MP0 になり回復できず負けます。そして最後のアルテマソードは、まあ500くらいしか出ないので使わないでしょう。力999のマリベル城なら剣の舞の方がずっと出ます。で、最短ってどのくらいなの？我々のイメージでは最短はこんな感じ。1ターン目でバイキルト、そこから1回もいてつく波動、強制睡眠、捨ててこダンスなどを食らわず、そして攻撃に耐え続け回復なんて一度も使わずに、6ターン剣の舞を連続で使って約9600ダメージ。最後マダンテで3000ダメージを加えて12600ダメージで HP12400 を削り切れます。これが最短です。いや、不可能でしょ。途中がありえなかったんすけど。一回も回復なしとか、いてつく波動、捨ててこ使われないとかさすがにゼロですよゼロ。それはわかってます。あくまで計算上の最短です。これにどれだけ近づけられるかが今回のテーマ。大体神様戦がイメージできたでしょうか？途中で回復を挟んだり、眠り、休み、いてつく波動、が来たりでそんな理論通りには絶対なりませんが、これをかいくぐって最短を目指します。先ほど我々の移民の町へ移動してもらった神様はここにいます。よりによってならず者の町グランドスラム、神様浮きまくってるじゃないですか。ここならちょっと歩くだけで何度でも戦えます。利便性は最高です。ここで念のため挑戦者マリベル城のご紹介、ステータスは周辺でやった通り1999。言うまでもなく無職、装備は一切なしのすっぱだか、ある意味この町に溶け込んでいますね。そうそう、持ち物ももちろんなし。この生まれたての巣の状態でマリベル城は何ターンで神様を倒せるのか。ここでみんな生き返ってしまうので先ほど言ったように戦闘始まったら先制でみんなメガンテです。マリベル城はまずはバイキルトで攻撃力を2倍に。あとの全員は先制メガンテで戦闘に影響を与えないようにします。いきなりまさかの1ターン目1発目から強制睡眠とか。しかもマリベル城寝てるのに捨ててこダンス笑ってるみたいですよ。どういう状況？実はこれ寝てる間に笑わされると、起きた後で1ターン行動不能になります。もう強制睡眠は装備、耐性とか関係なしに 100% 当たります。また寝ながら腹抱えて笑ってるみたいですよ。もうお嫁に行けません。いや、すっぱだかの時点でお嫁には行けないかと。今度は煉獄火炎とか、もう洗礼浴びまくってますよ。てかマリベル城まだ1回も行動してないんすけど。現在神様攻撃 B パート、B パートは1から2回攻撃。お、ここでやっとマリベル城自力で起きてくれました。でも煉獄火炎で死んじゃいそう。いや、まだマリベル城の目は死んでいません。このままだと本当に指一本触れられないまま終わるんすけど、ようやく行動でき。って、初めの方に食らった行動休みが今頃やってきて動けないし。また捨ててこダンス。また笑っちゃってるし。しかも強制睡眠だ。もうめちゃくちゃじゃないすか。絶対これ勝てないでしょ。あ、負け確定したわ。一回でもマリベル城攻撃できたっけ？ほう、皆さん、これが現実です。史上最強のマリベル城でも、この歴代最強の裏ボス、神様には指一本触れられないのが現実なんです。え、神様に一人で挑むってこんなに難しいの？本当に難しいのよ。もちろん戦闘にもよりますが、下手したらさっきみたいに指一本触れられないまま負けます。というより神様と戦闘して6から7割はさっきみたいに、コマンド入力すらできずにやられちゃうんです。てか今も一発目から強制睡眠、強すぎじゃないすか？歴代最強クラスと言われるだけはあります。まさか全能力999まで鍛え上げて指一本触れられないとは。実は神様も通常攻撃っていう項目はあるのですが、これもウルゴデミーラと同じで、マリベル城身の守り999になっちゃってるから、使ってくれないのよ。だから眠らされると起きるきっかけがない。眠りって敵の打撃で起きるパターンが多いからね。自力で起きるしかないという。もう次回復できないと負けるんすけど。でもギリギリ目を覚ましてくれましたよ。でもまた笑っちゃってるし。負けたえ、今回も一回も攻撃できてないよね。もう23回目ですが、ほとんどこんな展開が続いています。というかすっぱだかでブグの耐性もないから攻撃ももろに食らうし、コマンドすら入力する隙もないし。大げさに言ってるように聞こえるかもですが、本当にコマンド入力すらできずにただ眺めているだけ。という展開が6から7割くらいも占めています。メガンテを終えました。今度は強制睡眠が一発目で来なかったですね。その代わり攻撃が激しいですが、
やっとコマンド入力ができますよ。なんか久しぶりに見た気がしますね。うっしゃあ、反撃開始じゃあ。合計1575のダメージ。来ちゃったあ。もう負け確定ですね。いやまだ早いでしょ。でもこのパターンでやられ続けて早58回。我々最短撃破などと調子こいてましたが、勝つことすら難しかったです。誰しか、8ターン撃破とか言ってた人は。いや、あくまで理論上だから、見ていただけるとわかるようにいてつく波動が来ない。強制睡眠、ステテコダンスなどにかからない、回復しない。なんて万に一つもありえません。だから最短撃破とか一回忘れてください。今回は一回だけ剣の舞使いました。成長です。これが68回目の戦闘。やはり民の町に神様移動させて正解でしたね。同じようにバイキルトを1ターン目。残りは爆発してもらいましょう。いきなり捨ててこダンス、マリベル城は我慢してほしい。あ、でも連続で一発ギャグも。なんとか耐え切りましたね。コマンド入力ができるだけありがたい。もうこの状況が異常なんすけどね。だんだん感覚がまひってきて、コマンド入力できることに喜びを感じています。合計1674ダメージ、かなり高い方ですよ。あ、でもいてつく波動、もうこの時点で最短からは遠ざかる。見つめてくんじゃねえ。もうこればっかりは防ぎようがない。ちなみに防具などつけていても関係なく 100% 当たります。しかもまた来る一発ギャグ。ちなみに一発ギャグの成功率は捨ててこダンスより低く設定されているようです。今マリベル城起きましたよ。くだらんギャグを何回も。寒くても繰り返すことで笑いを取ってくるタイプですね。捨ててこダンスも笑ってるし、もう攻撃する隙がない。神様のってしつこい笑いなんすよ。ここでジゴスパーク、もう眠らされてから調子狂っちゃいましたね。でも起きてるからまだ立て直すチャンスもあるはず。終わった。この残り HP で眠りはもう絶望的。てか今回何回攻撃できたっけ？一回くらい剣の舞使えてたような気がする。てか眠りと笑いのインパクトが強すぎて全部かき消されちゃうんすよ。眠りながら大笑いするマリベル城、あまりにも不気味です。現在ディーパートの攻撃、あと一回行動する可能性が残っています。終わりましたね。全く隙がない状態です。これ本当に勝てんの？さあ、あまりにも強大すぎる神様の力、ドラクエ史上最強クラスという通り縄立てではなかった。しかし飛行回数を重ね、やっと我々にもチャンスが。現在剣の前2回目を放ったところ。ちなみに時の砂ですが、神様戦で使っても経過したターン数は1に戻らないみたいです。おお、3発目を放てるなんて順調すぎますよ。たかが3発でこの喜び。レベルが低すぎるように見えますが、それほど神様の行動不能系が強すぎるんです。やば、これ眠らされてなくてよかったですね。一歩間違ったらやられてましたよ。ちなみにジゴスパークはマジックバリアでこちらに当たる確率を軽減できます。気をつけないといけないのが下がるのは命中率であり、ダメージではありません。なぜかジゴスパークは当たるか当たらないかなのです。それとモンスター食でデイン系に耐性があるとジゴスパークの命中率が下がります。それとマジックバリアではステテコダンスの成功率も下げられるので、本来は神様戦でマジックバリアは必須なんです。ただ今回は一人だからいてつく波動で消された時のショックがでかいのと、マジックバリアを使ってたら最短なんて狙えないので使いません。てか、次の剣の前で6発目ですよ、霊夢さん。わかってる。いけやー。あ、なんでこんな肝心な時にマリベル城外しちゃうのよ。6発の場合全部綺麗に当てて8ターン撃破の計算なのでこれは厳しい。まあでもすでに最短からは程遠いし、もしこのまま手で倒せなくてももう一回攻撃当てれば。まあ計算上はこれで倒せるはずなんですよね。その通り。まあ倒せないですよね。知ってました。あまり長引かせるとまた一瞬で形勢逆転しますよ。てか言ったそばからやられてんじゃん。飛行、倒す最大のチャンスを逃す。現在96回目の挑戦で、5発目の剣の舞を当てています。今こうやって戦えていますが、3から4割はこうやって眠りや休み系など連続で来なくてそれなりに戦えます。実は今結構いいターン数出てると思いますよ。最短ではないですがこれにもし勝てれば期待できそうです。初勝利で A 記録樹立ならかっこいいですよ。やっと攻撃の隙ができます。HP も狙ったようにオール7。うしゃー、6発目終了。あとはマダンテを落ち着いて当てるだけ。一発ギャグ、煉獄火炎なのでディーパートなので終わるはず。落ち着いて霊夢さん。わかってます。全然違うところ見てるっすよ。マダンテは攻撃の乱です。ちょっと黙ってて。やっとたどり着いたー。これで華麗にぶっ飛ばして神様に初勝利ですね。お疲れ様でしたー。嘘ー。なんで死んでないのよ。おかしいですね。確かに6回当ててマダンテをすれば約12600ダメージでギリギリ倒せるはず。あ、しまったー。神様自然回復してんのすっかり忘れてたわ。え、どういうこと？だから毎ターン50回復してるからギリギリ狙っちゃダメだわ。つまりこういうこと。剣の舞は6発ではなく、7発当てないとダメってことよ。8ターン撃破だと毎ターン50回復してるから、7ターン目で350回復して神様の HP12400 を削りきれないのね。
論上最短は9ターンでした。てへぺろ。ひほう、霊夢さん算数できない。でも今回初勝利はなんとかしました。一人で20ターンはなかなかいい記録ではありますよ。これが357回目の挑戦。メガンテが終わった直後強制睡眠が来るといういつもの鬼畜。でかいきなり357回目しか、間はどんな感じだったのよ。もう秒殺がほとんど、倒しても30ターン台とかそんなもんよ。カットしてんだから察してよ。活躍してないからカットしてんのよね。また眠らされるし、2回起きれたけど直後また強制睡眠。もう今回も1回もコマンド入力すらできてないよ。しかし800回目を超えて兆しが見える。874回目の挑戦。今1ターン目メガンテ使い終わったところです。現在 A から B パートの攻撃に移行。ここから剣の舞を使っていきます。現在まだ攻撃は B から移動していません。攻撃が1回で止まってくれるのはありがたいです。今運悪く1発目の剣の舞外れましたね。これは眠り相手つく波動に加えて剣の舞も全部当たることも加味しないと、最短撃破は狙えないということです。剣の舞3発目、全く気が抜けない状況です。うまくいってても一瞬で形勢逆転するからね。無事に4発目も終了、あと3発か。5発目、でもここでバイキルトが溶けちゃいましたよ。そうか、バイキルトが溶ける前に剣の舞をある程度当てないといけない。そういうことも考えないと最短は狙えないのね。ここは安全を考えてベホマを選択。ジゴスパークということは B パート、ここで終わってほしい。ついに6発目の剣の舞へ。あ、その前にバイキルトでした。今度こそ6発目の剣の舞。今何ターンねよ、結構いい記録出てんじゃないの。今回かなり期待できそう、874回目にして。あれ、マダンテ使おうとしてない。これ数え間違って先にマダンテ使っちゃったのよ。でも順番逆になっても負けなければ問題ありません。さて最後7発目の剣の舞を当てたいところ。マリベル城維持で真空破壊はしましたね。ついにやったー。早く記録が見たいです。果たして何ターンなのか。13ターン。これはすごい。最短が9ターンということを考えると相当です。もうこれをすっぱだかの最短記録として認定し。いや、まだです。まだ上があるんすか。13ターン、まだ我々ならいけるでしょ。いてつく波動、眠り、休み系、回復にターン使わない。バイキルト切れないように、剣の舞が外れない等々、これらの項目が全て重なって初めてすっぱだかでの最短が生まれます。もちろんすっぱだかなので回復はしないとやられます。ただ他をもっと切り詰めたらいけるはずです。もう神様も年なんだから休ませてあげようよ。この後我々は秒殺負けしながらも1000回を軽く超える戦闘を繰り返していき、これが1678回目の挑戦。は？もうそんなに経ったの？今ちょうど1ターン目みんながメガンテで死んで、バイキルトかけ終わったところです。もう一度も強制睡眠、ステテコダンスにかからない、剣の舞を外さない、いてつく波動来ないくらいはクリアしないと、リアルな最短撃破は狙えないと思います。現在2発目の剣の舞が炸裂。煉獄火炎を食らっているのでそろそろ回復が必要か。攻めますね、回復しないとか。これで3発目です、先は長い。あ、やべ、攻めすぎた、やられるかも。でも B パートなので1回攻撃なら生き残れます。セーフ。なんとか生き残りましたね、さすがに次は回復ですよ。これがギリギリまで攻めて回復1回目。やはり強制睡眠とか来ない分、攻撃が激しくなるので、回復の頻度は上がりますね。これが4回目の剣の舞。このジゴスパークで終わってくれたらありがたいんだけど、いつ強制睡眠が来るかわからないから怖くてたまらない。これで5発目の剣の舞。ここでバイキルトが溶けました。まあ回復挟んでるから7発全部は入らないか。あれ、なんでベホマズン使ってんの。消費 MP 高いのに。これ気のせいかもしれないですが、回復をベホマズンにすると神様が B パートに残りやすい気がするんですよ。 A パートはステテコダンス、いてつく波動、強制睡眠があって、しかも完全2回攻撃だから、最短狙うならいかに B に留まらせるかも鍵です。なんとか B に留まってくれていますね。次はいよいよ7発目。てかバイキルト使わなかったね。大丈夫、7発中5発バイキルトで当てれてたら計算上は問題ないはず。バイキルト使ってターン数無駄にしたくないから。現在 B、ここで睡眠なんか来たら全部台無し。クラブ立てんなや。いてつく霊気は A パート、つまり移行してます。頼む、強制睡眠来ないで。今度はジゴスパーク、HP が危なくなってきた。ここで攻撃止まってくれないともう危ないよ。どうだ？よっしゃー。攻撃が止んでくれました。あとはマダンテをぶち込むだけです。これで死なないってことはないよね。さすがに大丈夫なはず。そういえば強制睡眠も休み系もいてつく波動も一度もかかりませんでしたね。そう、これこそおそらく最短です。やってのけだー。まだ油断はできませんよ。肝心なのはかかったターン数です。さあどうだ。来たー、12ターン。ついにやってくれましたよ。感動で前が見えません。
今回強制睡眠や休みも一切なかったですし、凍てつく波動はもちろん、回復も3回と十分だと思います。ここに新たなドラクエトリビアが生まれました。凍てつく波動、強制睡眠、休み系来ない、攻撃全部当たる、回復少なめ等々。全部クリアしての無職、装備一切なしでの現実的な一人最短撃破は。12ターン。それでは今もらった超霜降り肉で今夜はマリベル城の家族と焼肉パーティーしましょう。引くだか。いや、まだです。気持ちよく終わらせろや。どうせなら見たくないですか？ガチに史上最強に武装したマリベル城のガチな神様最短撃破を。あの理論上の9ターンって果たして可能だったのかを。まあ今のはあくまで無職すっぱだかだからね。警察に補導される前に服着せて完全武装させますよ。ガチな方も皆さん見たいはずです。いやもう囲まれてんすけど。武器はグリンガムの鞭、食料補正で力が下がってしまうのでそれを補います。防具は神秘の鎧で毎ターン50ずつ回復、そして意味のない御鏡の盾。最後兜は不思議な帽子で MP 消費を半分に、少しでもマダンテの威力を上げようかと。それでは本当の最強マリベルさんの登場です。食料はもう言うまでもなくプラチナキング。神様戦の場合は強制睡眠と凍てつく霊気だけは効きますが、その他の攻撃は全て無効にしてくれる。まさにこの企画にうってつけの食料です。一発ギャグ、捨ててこダンスなどの休み系攻撃も無効です。ちなみに今484回目の挑戦。プラチナキングの場合気をつける点は、凍てつく波動、強制睡眠、剣の舞の命中率、と大幅に少なくなっています。今4発目の剣の舞が炸裂中です。先ほどすっぱだかでは大苦戦していたジゴスパークですが、今は何も怖いものはありません。5発目の剣の舞。一発ギャグももはや受けません。焼かれたって平気です。暖かいくらいです。これ凍てつく霊気が来ても、毎ターン50回復してるから、全く怖くないんですよね。あれ？剣の舞使わないの？いや、これなんとなくもロバ蹴りってどれくらい食らうんかなって試してる時にいい記録出たのよ。プラチナキングの HP でも、もロバ蹴りで自滅しないみたいです。現在6発分の攻撃を入れています。ここで凍てつく霊気が来たらちょっと危なかった。で、ついに最後の剣の舞を使います。7発目の攻撃です。バイキルトは切れていますが、もうそのままで十分削れます。ついにラスト、マダンテを使うターンまで来ました。慎重に選んでくださいよ。484回も失敗してんすから。MP をほぼ使ってなかったので最大規格ダメージ出るはず。言うまでもなく回復魔法は使用していません。やってくれましたね。果たして何ターン撃破を達成したのか。理論上最短の9ターンは達成できたのか。来たー。理論上最短となる9ターンをしっかり取りましたね。484回かかりましたが、見事に真の短期最短撃破も達成です。ここに2つ目のドラクエトリビアが生まれました。神様短期最短撃破9ターンは、可能。今度こそマリベル城たちと焼肉パーティーです。